コーダーしたんですが、これはあのなかなかあすごい手だなと思って、なんですごい手かなというと、これは初別局で分かってたと思うんですけど、実際、小沢さんが代表をお辞めになって、求心力もなくなってしまったし、多くの幹部の信任も失ってしまった。そしてお辞めになって、参議院議員を20人以上連れて離党するという話が出てくる。それでこれはもちろん